十四日に開かれた自民党総裁選二十七日投開票の日本記者クラブ主催討論会では立候補者同士の質疑応答も行われ石破茂元幹事長と小泉進次郎元環境相に質問が集中した世論調査などで人気を集める両氏との差を埋める狙いがある一方過去最多の休止による乱戦模様の中決選投票を念頭に置いた 宗派と憶測を呼びそうな場面もあった。原発、防災省、アジア版など、再生可能エネルギーに偏りすぎた現行のエネルギー基本計画は年内にも変えるべきだ。原発ゼロ、少なくとも原発比率を下げるという考えなのか。小林鷹の前経済安全保障担当省は、討論会で、石破氏を指名し、こう語りかけた。石破氏は、省エネも、 最大限にやっていかなければならない。結果として、原発のウェイトを下げることになっていくなどと答えた。また、林義政官房長官は、石橋が創設を目指す防災省に関して、指揮系統はどうするのかと質問。茂木敏光幹事長は、アジア地域で集団防衛体制を構築するために、石橋が掲げたアジア版 NATO について、現実的ではないと語った。 世論調査は小泉氏首位石破氏2位小泉氏が導入を目指す一般ドライバーが自家用車で客を運ぶライドシェアを取り上げたのは高市早苗経済安保担当相だドライバーや利用者の安全性への不安を口にした高市氏に対し小泉氏は海外では利用中に警備会社とつなぐサービスもあると回答したまた上川陽子外相が外交政策 加藤勝信元官房長官が小泉氏が主張する解雇規制の見直しに絡み質問を投げかけた産経新聞社と FNN 富士ニュースネットワークが8月下旬に実施した合同世論調査で誰が次期総裁にふさわしいか尋ねたところ小泉氏が首位で石破氏は2位だった支持を剥がしたい狙いが透ける両氏に質問が集中した背景について自民幹部は 指示を剥がしたい狙いが透ける主張の脆さも感じているのだろうと解説した一方で小泉氏は自身と同じく政党から議員個人に支給される政策活動費の廃止を訴えている茂木氏を指名した茂木氏が持論を展開すると我が意を得たと言わんばかりに総理総裁になった暁には 同じ方向を向いている仲間と改革を進めていきたいと改めて思ったと強調した今回の総裁選は国会議員票や党員・党友による地方票が分散する公算が大きいだけに上位2人で争う決戦投票を見据えたラブコールとの見方もある以下はネット上の意見をまとめたものです質問の比率が高くなるのは仕方ないとはいえ それを踏まえると石破さんと小泉さんに質問が集中した印象はなかったただ3番手につけている高市さんへの質問がなかった「一つくらいあった?」のはあからさまだったやはり彼女とのやり合いは避けたいのだろうなと印象全体的に見て大きく評価が変わる候補はほぼいなかったが小泉さんの軽さ見通しの甘さ 質問に対する回答になって、なさだけは際立ってたね。大企業の技術職です。技術にめちゃくちゃ自信あるが、年齢で再就職は完全に不利、大企業にはリスキリング、学び直しや再就職支援って。若い頃バリバリ会社に寝る間も惜しんで貢献してきた氷河期世代を直撃で、何より一番会社に貢献してきた世代を放り出すんですよ。 年齢的にそうなります。学び直したところで一朝一夕で身につく、リスキリングなんて大したことないので、今と同じ給料はもらえなくなるから、将来不安から子供を作ろうということになる。我が家も子供二人いるが、こういうことを世間で言われてるので三人目は諦めました。このような見方は嫌だし、誤解を招くのは承知でコメントします。 茂木さん、林さん、小林さん、加藤さん、東京大学出身、高市さん、神戸大学出身、石破さん、河野さん、慶應義塾大学出身、皆さん、偏差値70超えの長南館大学出身、小泉慎次郎さん、関東学院大学出身、もちろん出身大学がすべてではない。討論会を見ていると、基礎学力の違い、経験不足が、はっきりと分かってしまう。 まるでプロ野球選手とリトルリーグの選手の差みたいだ小泉さんはもっともっと勉強と経験を重ねた上で総裁選に臨んだらいい百戦錬磨の老人たちに騙されたかわいそうな坊やにさえ見える結局高市早苗氏に触れることは諸刃の剣であり誰しもがリスクでしかない論破すれば大きく話題になるでしょうが論破されれば 多くの支持者から反発が待っている高市早苗氏が何か手柄を挙げるごとに世論調査が大きく動いている前回よりテレビよりネットの力が現実世界にオーバーラップしてきているなので今後各候補は「触れない」という選択肢を取る可能性が高まるのではないか。 民主主義国家の政治レベルはその国の国民の政治に対する関心や理解レベルで決まる主権者は国民だからだ総裁選は自民党員でなければ選挙権はないがそれでも主権者である我々国民のレベルで決まると思う自民党が与党でありその自民を構成する議員も国民が選んだものだから投票権がない国民は関係ないわけではない 明らかに能力不足なものや個々の問題に具体的な話を避けるような輩を総裁つまりは総理にさせるほど日本の主権者のレベルは低くないと信じたい。この討議は隔たった聞き方していて、ちょっとね。ところで、テレアサは小泉が目立っていた。岸田さんを引き継ぐ、信頼できる人を選ぶ等々、他の候補の回答とは全く違っていた。 学生レベルで質問にまともに答えられないのがバレバレだった。推薦した連中は自分への見返りを優先し国のことを本気で考えていないと言わざるを得ない。本日の小泉候補の解雇規制の見直しに関してのコメントを聞いての感想ですがリストラ対象になった人たちは何の支援策もない そのための支援策を講じるとの建前でしたがこれが執行されたら人員整理をしたい企業にとって合法的な方法で安易に追い出す口実になるのではとの印象を受けましたそもそも再就職の斡旋にしても技術にプライドを持って仕事をしている人にすれば屈辱を感じる人も多いのではないかと思います派遣職員と正規職員の差をなくす理論も 人材不足の現在において転職を促すことで再就職先では正規に職になれるとの理論を聞きましたがそれは企業の意向次第だと思うのでいまいち理解に苦しむ論法でした民間の仕事をしたことがない人にはやっぱりわからないのかもしれませんねお父さんの悪性による傷口をさらに広げようとしているように感じました自民党総裁選の候補者が論戦を交わした 新次郎氏は質疑応答での答弁は短い説明で具体性に乏しく抽象的で動きは C が曖昧で分かりづらかった。また新次郎氏は衆院解散は早期にと述べた。裏金問題があり早く国民の信を問わないと政策も前に進まないと言った。一番問題の裏金事件の温床となった政治資金パーティーの問題にはほとんど触れなかった。なぜなら 新次郎氏自身が政治資金パーティーの恩恵を一番受けているからである裏金問題で自民党が国民の政治不信を招いた責任は極めて重いのに花から新次郎氏に政治改革などは無理である日本国の大事な舵取りをする総裁にはふさわしくないやはり産経の調査も一般国民が対象のため 日テレのデータよりも精度が低いと思われる日テレの調査によると党員票に限れば石破氏がトップで今や高市氏と小泉氏の2位3位は入れ替わっているしかも小泉氏は総裁選告示後からしゃべればしゃべるほどボロの出しまくりこの調子では投票日までには2位高市氏と3位小泉氏の差はさらに広がると考えられる 確かに議員票では小泉氏有利だが地方票の動向を見て小泉氏から他の候補に乗り換える議員も多数出てくることも考えられる高市さんになってほしいと思うのですが中国、韓国に毅然とした発言と行動が取れる方は高市さんしかいないように思うしアメリカ次期大統領は多分ハリスさんと思うが波長も合っているように思うし 日本の立場を明確にした上で議論を交わしてくれそうな気がします。なんとか決戦投票まで行ってほしい。